はい、2つ目は、先日日韓のサッカーがあったのかな、うん、でまあいいや、結果実は知らないんでどうでもいいんですけど、暴力が振るわれた動画がツイッターで上がってたのはそれぐらいは知ってる。なんだけどそれはともかくとしてね、なんか韓国の国内で批判が殺到してるらしい。何に対してか、韓国チームのユニフォームに対してなんでか、対局旗と日の丸が並んで刺繍されてるからだってお、いや、って思わない？いや、だからこれから親善試合をやるからっつって多分新調されたユニフォームなんだべ。そしたら別にさ、いや、なんかこれが多分対局旗の方が倍ぐらいでかかったら文句がないのかな親善じゃねえやんって思うけどさでもさ、親善試合に向かうのにさ、そこに相手の国旗あってさ、何が嫌なの？親善試合でもやっぱあいつら敵だってやりたいわけ？じゃあ最初から試合すんなよまあ、正直言って日本チームもやるなよと個人的には思ってたんで、何やってくれとんねんとは思うけど、でもそれ以上にユニフォームの、まあ、ここにあるのかここにあるのか知らんけどさ、ここね、コリアって書いてある下に対局旗と日の丸があってさ、試合したんだなって思うだけじゃん。普通にどこの国から見てもさ、なんでそれをさ、第三国から批判されるな、ともかくさ、なんで自国民が批判するわけ？意味わかんなくね？なんなんだろうね、日本のさ、アイコンに対する、アイコンね、まさにアイコンね、コンピューターのアイコンじゃないよ、衣装というかさ、そういう意味のアイコンね、に対するさ、この、過剰反応っぷりはなんなんだろうね。でも多分、結局日本勝ったでしたっけ？勝ったでしたよね。やっぱそれに対する意趣返しなんでしょ？ただ単に。負けたから、なんか批判できるとこねえかっつって、探したら、おう、韓国チームのユニフォームに日の丸があるぞ、けしからんっつって。そんなんだから負けるんだっつって。そんな感じかな。違うかな。こういうの批判されるさ、私これは韓国チームが不憫でならんよ。そうだこんなことで批判されるさ、韓国チームが本気不憫でならんよね。だって何も悪いことしてないわけでもないけど、暴力振るってたけど、でもそれはさ、試合の中でさ、ヒートアップした一環じゃんせいでさ。だけどさ、ユニフォームのデザインでさ、地獄民からさ、いや、言いたくないけど、日本人が日本の国旗使ってんじゃねえとか言うなら言わないけど、絶対言わないけど、戦地ひっくり返っても言わないけど、でもまだだったらわかんない。逆もそう、日本でさ、対局旗と日の丸が並んでて、対局旗使ってんじゃねえとか言われたらさ、まあ想像できんじゃん。だけどさ、それで批判される韓国チームが本気で不明にならないよね。一応だって頑張ったんだよ、勝つために頑張った韓国チームもさ、握らってあげないよ、韓国国民さんさ。かわいそうだな。やっぱ日韓戦は勝たなきゃダメなのかね、韓国チームさんや。いや、もうさっきも言ったけど、そんなんだったら試合しない方がいいよ。もう日本来んなよ。で、韓国に行くなよ、日本代表。ね、それぐらいね、ね、お互いに、こう、折り合いつけるのがいいんじゃないでしょうかと言いたいと思います。ありがとうございました。